アンソニー・デイビスと言うたらニューオーリンズ・ペリカンズのスーパースター、25歳という若い年で NBA でトップ5選手です。皆さんも彼がトレードを要求したことはご存知やと思いますが、思ったより複雑なんで、今日はこれに関してまあ 100% 無理やと思いますが、手短に話したいと思います。リクト AF。 こんにちは、リクトです。早速ですが、アンソニー・デイビスは2012年にニューオーリンズ・ペリカンズに1位でドラフトされてから、プレーオフにはたった2回しか出場したことがなく、去年ブレイザーズをスイープするまではプレーオフで1試合も勝ったことがなかったんです。 AD 自身は化け物なんで、勝てなかった理由を一言で言うと、ペリカンズが AD みたいな10年に一度の逸材をドラフトしておきながら強いチームを作ることができなかったからです。強いチームでプレーしないと何があかんのか。選手が望んでるようなブランドからお仕事が来にくい、シグニチャーバッシュ買って作ってもらえない、オールスターファン投票でも明らかになったように弱いチームにいる選手の方が基本的には人気が出にくい。2020年に今の契約が切れてフリーエージェントになる予定の AD は、昨シーズンオール NBA チームに選ばれたことで、今年2019年の夏にペリカンズとスーパーマックスっていうとんでもない金額の契約を結ぶことができるようになりました。この種類の契約は実は KD がウォリアーズに移籍したせいで、性っていうのは変やけど、別に KD がね、ルールを破ったわけではないから。まあでも NBA はこういうスーパースターの移籍を防ぐために新しいこのスーパーマックスっていう契約を作ったんです。要はスーパーマックスっていうのは、自分がドラフトされたチーム、もしくはルーキー契約中にトレードされたチームにしかもらえない、多い時はサラリーキャップの 35% という契約なんですけど、これは AD の場合はペリカンズにしかもらえないってことです。マックス契約の動画は別で作りますが、とにかく普通のスターがもらえる契約よりスーパーマックスははるかに高いってことですね。チームに残るメリットも増えたってことで、 AD は次の5年間ぐらいはペリカンズにいるやろうって思われてたし、監督のアルビン・ジェントリーも AD は何があってもトレードしない、ビヨンセとトレードできるチャンスがあってもトレードせえへんっていうぐらい AD をキープしたいっていうスタンスやったんです。よって NBA 界はのんきに、 Wow! AD, you got a super max deal! Congratulations! I guess the rich get richer! って安心してたんですけど、なんと9月にもうつい最近ですね、 AD は自分のエージェントをいきなりクビにして、リッチポールっていうエージェントを雇ったんです。あ、リッチポールって誰やったっけ。あー、せやせやせや、レブロンのエージェントやないけ。前から AD はいずれレイカーズに移籍してしまうっていう噂はあったんですけど、このニュースが流れた時、その可能性が100のうち10ぐらいしかなかったのが50ぐらいまで一気に上がったんです。その後もマスコミに、アンソニー次はどこでプレーしたいんですかって聞かれたりした時、誠実な AD は、俺はペリカンやしニューオーリンズが大好きや、だからその質問しないでくれって言い続けてたんですけど、一つ言うたことで気になったことがあったんです。俺は優勝したい、レガシーを残したい、金は二の次や。はじめに言った通り、ペリカンズは2012年から AD の周りに強いチームを組み立てる時間がありましたが、一回も優勝候補になるようなロスターは作れてません。だから余計さっきの俺は優勝したいっていうコメントや、レブロンの AD と一緒にプレーできたらいいなっていう発言、クリスマス前の試合後に2人が一緒に晩ご飯を食べてたこと、 AD がウェストレイクビレージっていう LA のすぐそこにある街で家を買ったこと、こういう風に分析すると、直接は言うてないけど AD はレイカーズに行きたいんちゃうかって言われるようになったんです。そんな時に今回のトレード要求がありました。ついに AD もレイカーかーって騒ぎますよね、世間は。レイカーズ側から見てもポテンシャルのある若い選手はたくさんいます。レブロンがレイカーズに移籍した時点で、今の若手連中の最低何人かはいつかスーパースターを獲得するためのトレードピースとして使われることは分かっていたことです。レブロンはまだ NBA で一番上手い選手とはいえ34歳、若手にとって頼れる先輩としてダラダラとプレーオフの1回戦や2回戦で負けても大丈夫大丈夫 It's okay guys、 負けることだってある、来年もまた頑張ろうやないか。クズ吉、女子の助、ズバッチ、ロンゾー、大きんかいインタロー、お前らがすくすくと成長していくのが俺の一番の喜びだよって言うてる暇はないんです。冗談を越そうとしてる男ですよ。 LA でも優勝せなーっていうプレッシャーがかかってるわけです。そしていくらバケモンで90歳ぐらいまでプレーできそうって言うても、今回の怪我かってレブロンが1ヶ月以上休んだのってこの16年間で初めてです。現実的にはいつかは引退しないといけないし、もうこの3、4年が勝負やっていう時に、今こんなチャンスが訪れたのに若いやつらをトレードして AD をゲットせずにいつするねん。絶対に来るって思っててレイカーズに行きたいって実際に言う
言ってたポール・ジョージでさえもオフシーズンに自分の意思で OKC に残ることにした。カワイと KD かてこの夏フリーエージェントになった時 LA に行くならレイカーズではなくクリッパーズに行くやろって言われてます。もし今 AD を獲得することができれば3人目のスターを募集してる時もそのスターにとっても来やすくなります。そしてレイカーズにとっては2月の7日のトレードデッドラインまでに AD を獲得しなければならない大きな理由がもう一つあるんです。今やったらセルティックスが AD に手を出せないから。セルティックスが数年前から AD を欲しがっていたことは NBA 界では普通に知られてることです。しかし今の NBA のルールではデリック・ローズルールって言って選手のルーキー契約、最初の4シーズンですねの間に MVP を受賞するかオールスターゲームに2回スタメンとして選ばれるかオール NBA チームに2回選ばれるかどれかを達成した選手にしか与えられない契約があるんですけど、その契約に結ばれてる選手を1つのチームが2人以上トレードで獲得することは禁じられてるんです。セルティックスは残念ながらローズルールに当てはまるカイリー・アービングを2017年にトレードで獲得したので、同じくローズルールに当てはまる AD をトレードで獲得することはできないんです。盛り上がってる時に申し訳ないんですけど、今気づいたことがあります。2人ともこの条件に当てはまってないんです。でもどうやらその契約をした時にこの条件どれかに当てはまる可能性がある選手は全員ローズルールに当てはまる選手というカテゴリーに入ってしまうようです。調べたんですけどなんか曖昧やったんで、間違ってたらごめんなさい、てかコメント欄で教えてください。僕も 100% 分かってないんで、事実やって分かってることは AD がセルティックスにトレードされることが可能になるのはこの夏7月1日にアービングが今の契約からオプトアウトしてフリーエージェントになった時です。あるいはトレードデッドラインまでにカイリーをトレードして AD をもらう、これはないでしょう。カイリーと AD 率いるチームで優勝を狙ってるわけやし、2020年に親友のカイリーがチームにいないと AD も契約延長を望まないやろうから。じゃあセルティックスが夏までに AD に手を出さないっていうのがなぜ重要な情報かと言いますと、セルティックスの最高なオファーがレイカーズの最高なオファーより美味しいからです。要するにレイカーズがこのトレードデッドラインまでに AD を獲得しなかったらペリカンズはおそらく夏の間にセルティックスとトレードしてしまうってことです。だからレイカーズはこの1週間でトレードしないとって焦ってるわけです。焦ってるといえばセルティックスもセルティックスで、今レイカーズがトレードしませんように、どうか神様、どうかマイケル・ジョーダン、ペリカンズが夏まで待ってくれますようにって汗をかきながら祈ってるはずやし、多分ダニー・エンジのことやから常にペリカンズに連絡して夏まで待ったらうちのテータム、ブラウン、スマート、ロジアドラフト指名権かってなんぼでもあげるから頼むからレイカーズとはせんといてくれって言うてるはずです。レイカーズもセルティックスも必死や。それに対してペリカンズモテモテやな。いやちょっと待ってと、現実的に一番焦らなあかんのはペリカンズやないか。よう考えてみたらトップ5選手に振られてるし、じゃあペリカンズは何をするべきなのか。まずは可能性としては低いですけど、オプション1は2020年までは AD は一応契約上はペリカンなので、この1年半の間に AD にまた認めてもらえるようなチームを作り直す。そして AD とよりを戻す。俺絶対変わるから頼むから信じてくれ、今回こそって。 Amazon プライムでなんか買うてその段ボール箱を捨てんとそのままほったらかしにしとくとか、水を飲んでから水やねんからパパッと洗えばええのに流しに置いておくとか、そういうだらしないことはせえへんし、ちゃんとした人間になるからいかんといてくれって頼むこと。しかしこれは恋愛と同じでリスクが高い。2020年に AD がはいさよならって言ってしまう可能性が高すぎます。それを避けるために今トレードすれば AD ほどの選手でなくても他のチームから若くてポテンシャルのある選手を獲得できる。結局今ペリカンズがしないといけないことは、これからのチームにとって一番得なトレードは何なのかっていうのを把握してオファーされた時に取るってことです。 AD が MVP 候補として活躍してた時でさえも売り上げがそこまで良くなかったペリカンズは、もし今回間違えたトレードをしてしまった場合、何年後かにチーム自体がなくなってしまう可能性もあります。特に最近は次の NBA フランチャイズはシアトルやとかラスベガスやっていう話も出てるんで、こんなしょうもないチームしか作れないんやったらニューオーリンズはもうええわってなってしまう可能性もあるんです。ピンチですね。そう考えると、さっきも言ったようにセルティックスのオファーが一番ええやったら、今焦ってレイカーズとトレードするより夏まで待ってセルティックスとトレードした方がええんちゃうかなと僕は思うんです。そんなシンプルな問題ではないですけどね。ほんまはこの1週間でものすごいいいオファーが来た場合すぐに取った方がいいことかってあります。レイカーズの若手かって、特にロンゾーとかイングラム
ルのポテンシャルがまだわからないんで全然悪くはないですし、ニューオーリンズにいたくない AD をあと3ヶ月もロスターに残しておくよりも今トレードして新しい方向に向かっていく方がポジティブでいいっていう見方もあります。レイカーズ勝てもし今のオファーじゃなんか足りないってペリカンズに言われてたとしたら、来週の木曜日までにもっとすごいオファーを出してくる対策を練ってるやろうし、ひょっとしたら3チームトレードかもしれません。ほんで大体レイカーズとセルティックス以外のチームも AD のことを欲しがってます。トロントやミルウォーキーは優勝を本気で今年は狙ってるので、若い奴らを使って AD を獲得するっていう噂も出てます。 AD とカワイとか AD とヤニスとかってもう考えただけでワクワクしてきますね。もう犯罪ですよ、まあ、ウォリアーズおるから何でもありやけどな。 AD とヤニスなんてコソ泥程度でウォリアーズに比べたら。あと実はニックスは AD が行きたがってるフランチャイズの一つらしいです。え、嬉しそうやで。うるさいわ。嬉しない、嬉しないわ。おい、やめろや、やめろや、やめろボール。勝ちたいんやったら、けえへん方がええよって横から言ってあげたいですけど、どうやらニックスは KP と今年のドラフトピック、もしかしたらノックスもオファーするかもしれないって聞きました。ドラフトの指名権が何位なのかっていうのは、5月に行われるロッタリーまでわからないので、かなりいいオファーですけど、下手したらセルティックスよりもいいオファーなんちゃうかなと思いますけど、ペリカンズはドラフトの順位がわかるまではこのトレードはしないでしょう。正直ニックスファンとしてはちょっとリスクが高すぎるんちゃうかなと思うんですけど、もしほんまに AD がニックスに来たら KD をおびき寄せる可能性もぐんと上がるんで、そういう風に AD と KD がいるマディソンスクエアガーデンって考えてしまったらやる価値はあるかもしれませんね。他にもシックサーズやったらベン・シモンズを中心としたパッケージ、ブレイザーズやったらマッカラム、ヌルキッチ、ブレイザーズやったらマッカロム、ヌルキッチ、カーリンズ、デンバーもジャマール・マレーやギャリー・ハリス、そして AD は絶対に嫌やって言うてるけど地元のブルーズやったらマルカネンとかウェンデル・カーター・ジュニアとか、いろんな噂は聞いてますが、一つ頭に入れておかないといけないのは AD は2020年にフリーエージェントになるってことです。だから今のところレイカーズ、セルティックス、ニューヨーク以外は2020年以降 AD はそのチームに残ることを望まない可能性が高いって言われてるので、わざわざ1年半のレンタルのために若い選手を使ってまで AD を獲得する価値があるのかっていうのはそれぞれのチームが考えないといけないことですね。例えばラプターズ、バックス、シックサーズとかは今年 AD を獲得したら優勝できるかもしれないから、この1週間の間にトレードをするっていうのはあり得ると思いますね。優勝したら AD 勝てそれが一つの目的やったんやから残ってもらうように説得できるやろうし、でもブルーズとかはせっかく AD を獲得できてももし2020年に去ってしまったら AD もいない、期待してた若手もいなくなってしまったって最悪なことになってしまうので多分手を出さないでしょう。 AD 自身が LA にトレードされたいって言わない限りほとんどのチームが2月7日までペリカンズに連絡し続けるでしょう。ほんま何が起こるかわからないです。このトレードデッドラインではレイカーズが一番可能性としては高いって言われてるから、案外予想もしてなかったようなチームからものすごいオファーが来てもびっくりはしません。レイカーズに行ったら行ったでおもろいだよね。ほんで夏の間にカイリーが逆にレイカーズに行くとか、ブギーが移籍するとか、いろんな再会がオフシーズンには待ってるかもしれません。もしくはクレイが LA に行って KD がニューヨークに行って、もうウォリアーズ解散っていう、まあいろんなことが考えられますね。はい、トレードデッドラインまでに AD は新しいチームにトレードされるのか、それともペリカンズは夏まで待つのか、予想しにくいですけど皆さんどう思うかコメント欄に書き込んでください。これからもバスケ NBA の面白さをみんなで広げていきましょう。デハデハ、平和。